バチコイ心理学、いつもありがとうございます。ラジオネーム豆腐さんからのお便りです。お、豆腐さんありがとうございますね。元気しますかね。いつもありがとうございます。はい、岩野さん、青木さん、バッチコーイ、ありがとう、バッチコーイ、いつも笑わせてもらっていい汗かいてます。いい汗かいてるんだにがりかな、豆腐だからにがり出てますかはい、おかげさまで夏バテ知らずです。おー、すごいですね。感謝しかありません。ところでお二人はイヤーワームって聞いたことありますか？私は先日知り合いからこの言葉を初めて聞いて、ウィキペディアで調べてどんな意味なのか調べてみました。まあそうですね、はい、そうしたらこれ私が普段良くなってる状態ではないですか。好きとか嫌いとかじゃなくて、なんとなく頭で同じ音楽がずーっと流れ続けているのです。お二人はこの感じ共感してもらえますか？みんなそういうもんだと思ってたのですが、意外とそうでない人もいて驚いています、というお便りです。なるほどなるほど。あれですね、イヤーワームっていうのは多分頭の中で音楽が繰り返し流れる現象のことですね。きっとそうなんだろうね。でもこれ僕結構ありますけどね。で、イヤーワームの二大巨頭はやっぱりあのドンキホーテのドン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 キーとあと山岡屋の屈折になる味ラーメンの山岡屋は結構リフレインしますね、頭の中でDM 強いね。あとあれ、北海道のスーパーでかかってるなんかジンギスカンの歌あるじゃないですか。どうだっけ、なんかジン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 ギスカンみたいなやつ。あ、はい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 、ありますね。あれもリフレインしますね。こう、あー、このお店関係結構強いかもね。そうなんですよ。なんかお店でなんかずっとスーパーの投稿ストアとかで流れてる音とか今リフレインしますから、ね、なんかあれエンドレスでずっと流れてるもんね。岩野さんはどうすか？これもありますね。おう、何がリフレインされるんですか？あ、でもね、なんだろう、音楽も結構そのイヤーワームっぽくなりますね。なるほど。あのフレデリックっていうあのアーティスト、はい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 、なんか彼らの歌って結構癖になる歌詞が多いので、はい、なりますね。なりますか？なりますね。そうですか。じゃあ共感っていうことですかね、豆腐さんに。豆腐さん共感してます。バチコイ心理学、はい、今日も YouTube 動画ご視聴ありがとうございます。我々はラジオで情報発信をしています。概要欄の Google フォームから我々のお便りをお送りください。そちらをラジオの方で紹介したいと思います。